ちゃこんにちは。お、なんか今日ちょっといつもと感じが違うんですけれども、うん、豊さん、はい、先月、まあ、5月なんですけれども、はい、堀江門こと、はい、あの堀江さんが野球参入するっていうニュース。嬉しいね。そうなんですよ。どういうことかと言いますと、まあ、堀江貴文氏が、うん、プロ野球独立リーグの九州アジアリーグへ参入する新球団の設立を明らかにしたということで、ぜひもうぜひということなんですね。いや、革命的な人だから、はい、いろんな構想を持って、うん、おそらくやられると思うんだよね、はい、だからもう本当に期待してる。で、あの九州アジアリーグは実は今年の春始動したばかりで、うん、現在加盟しているのは熊本市を本拠地としているチームと大分市のまだ2チームだけだった、ね、そこに、堀江さんのこう球団が入ってくるということで、うん、ただこれ自らの会員制のオンラインサロンのメンバーが、うん、まあ、中心となるというふうに堀江さんはおっしゃってたんですけれども、まあ、そうだろうね、はい、まあ、野球チームができるというのは、はい、まあ、野球やってる関係者はやっぱりそれだけで夢が広がるし、はい、俺の夢っていうのがさ、うん、結構あって、はい、こうした方がいい、もっとこうしてな、こうなってほしいっていうのが、うん、なんかあってね、はい、ぜひこうそれを実現してほしいなって、まあ、考えてるのかもわかんないけど、はい、あのこれから話すことをね。お、じゃあ今日は、うん、豊さんの壮大な今後の野球構想みたいな、プロの野球構想みたいなんですか。おろじ、壮大でもないわけでもこうならなきゃ俺はもう将来的にはいけないんじゃないかなっていう構想なんだよね。あ、じゃあそれをじゃあ今日ちょっと豊さん構想を、はい、教えていただきたいんですけれども、まあ、まずちょっと言いたいことは、はい、清田を取ってくれ。そう、いや、そうなんですよ。そうだね、実はね、いや、そうじゃないか、そうじゃねえ、いや、ネット上で出てるんですよ。あ、そう、あの清田選手が、まあ、ネロって首という形になってしまったのでぜひともこれは清田さんを取ってほしいとか、取るんじゃないかとか、だからということは清田さんがまずオンラインサロンの会員にならないといけないんですよね、堀江さんの。まあね、まあまあそれはまあ別問題として、でも他にもいますよね。例えばあのプロ野球を対談というか、まあまあまあ、そうそうして第二の人生、いやだからオンラインサロンっていうのを、はい、引退した選手とか分かるかなと思ってさ、どういうものか、お金払って入る月々っていうね、そうそうそう、うん、まあそのぐらい分かるか。そうですね、清田さんもそれは分かると思うんですけども、うん、まあ、清田を取ってくれお願いします、まあ、それはよくまあまあそれはいいんだけど、はい、まず俺が考えてるのは、はい、うんうん、ぜひやってほしいのはさ、はい、まあ九州地区っつったよな。そうです、九州です。九州の地図って、はい、こんな感じだっけ。縦にそうですね、ちょっとまあ長い、まあ、あの細かい部分はあれだとしましても、こういう感じだと何ですかそれ。これ九州ね。で、まあここら辺が熊本だ、熊本ね、ここら辺がね、はい、熊本あるでしょ。で俺がやってほしいのは、はい、ここに韓国があるよね。ああ、そうですね、あります。ここ韓国は最終島、最終島、あのチェジュ島、チェジュ島好きだから行ったことない行ったことない、はい、でこっちに沖縄がこうあって、ここに台湾がある、はい、台湾が、うん、ここを統一してほしいんだよ。は、あ、九州といわゆるアジア、うん、アジアを結んでほしい。おお、で、はい、俺はプロ野球でやってほしかったんで、こう結んでほしい。プロ野球でっていうことなんですね。そうそうそう、やっぱプロ野球じゃないと韓国のリーグって入ってこれない、来ないじゃん、はい、うん、レベルが低い、はい、台湾もそう、はい、レベルが低いところに入りませんよ、うん、だからプロ化してほしいんだよ、その九州の、うん、リーグをプロ化してほしい、うん、プロ化してほしい、はい、これなぜかというと、うん、もう三国でドラフトができる、うん、俺はこれはプロ野球でやってほしかったんだよ。プロ野球のチームを減らしてでもいいから、うん、アジア統一をしてほしいんだ、うん、それその意図というのは、それはグローバル化しないとさ、はい、やっぱり野球の発展につながらないということだよ、はい、なるほど、グローバルな展開をしてほしいっていうこと、はい、やっぱりさ、もうね、うん、アメリカってさ、はい、ここはアメリカ、こうあるね、アメリカ、ザックバランなアメリカですね、アメリカアメリカは、はい、ここはもう他国から、はい、
もうどんどん参入してきて、そうですよ、もうここなんか世界化してるわけよ。そうですよね、キューバだったりとかも、もう、昔からそうでしょ、はい、でもやっぱ日本はさ、この日本の、うん、このちっちゃなところでもう野球をやるっていうあたりがさ、はい、もうナンセンスになってきてると思う、はい、アメリカは何チームあると思う？いや、アメリカはもう相当数ですよね、うん、30チームあるんです。30で、日本は12チーム、はい、韓国は10、はい、で、5ね、足して27ですね、うん、27って言ったらもう匹敵するよね。確かに本当はプロ野球でやってほしいんだよ、はい、ね、うん、プロ野球でやってほしいけど、あんまりこういう話はないでしょ、今ないですね。絶対ないんだよ、グローバル化にするっていう方向性が。そういう話ってにあったとしても潰されてしまうんですか？うん、だから潰される可能性があるよね。ああ。だからお金が動くから。まあそうですよね、うん、ただアメリカっていうのは国の中でやってるからいいけど、これは国をまたぐことじゃん。でも移動距離としたらさ、うん、まあ、例えばこっから端から端までっていうのはさ、うん、まあ6時間ぐらいかなりかかりますね。6時間ぐらいかかるよね。まあ九州から韓国に行くって言ったら、はい、これ1時間で行っちゃう。そうですよね、ね、1時間、うん、でここは2時間半、まあ、でもそ九州からだったら、ね、はい、ね、まあ、3時間としても、はい、こっからここに行くのも4時間から5時間じゃない、はい、そうなってくるとやっぱできるんだよ。そうですね、可能ではありますよね。そうでしょ、はい、で韓国の選手をここにドラフトできる。ドラフト制もこの3国で、うん、だから九州はもう独立していいと思う。あ、なるほど。もう ということはソフトバンクは、うん、まあ今ね、いやソフトバンクはそのままでいいんだよ。いいんです。堀江さんに期待すること、はい、期待すること、このグローバル化、うんうんうん、いわゆるアジアっていうことですね。アジアという、はい、そしたら沖縄に1チーム作ったっていうね。そうですね、2チームぐらいでもできる。沖縄もやっぱ球団を持つ構想っていうのはあると思うんだよ。はい、ここに球団を作る。はい、沖縄に球団を、球団を作る。九州も、九州は何球団ぐらいあればいいですか？これ3チームでいいよ。あ、そうですか。ここ3チームにして、はい、このこっちに参加したい人が、はい、でここはもう2チームでいいよ、うんうんうん、だ8チームできるでしょ。あ、できますね。合ってるか、計算。合ってます、合ってますだからそれで、はい、まあ、4チーム4チーム分かれてもいいし、うんうん、ね、1リーグ制でやってもいいし、はい、だからこういうことをやってほしいなと思う。こうすることによって例えばその選手の例えば能力だったりとか、例えば今埋もれてるなかなか NPB にこう、ね、入れない選手もたくさんいるわけで、うん、そういった独立リーグなどにいる選手たちもここで活性化、また受け皿ができるってことですね、うん、だから、なんていうの、レベルが低いものっていうのは、はい、おそらく見ないんだよ、うん、人っていうのは、はい、だけどやっぱ韓国も台湾も参戦してくる、うん、ね、ここでこうグローバル化していくと、はい、やっぱこっちに興味が向いてくると思うんだよ、うん、俺は、はい、目が、うん、でやっぱりさ、ネットとかでもそうだけど世界とつながってるじゃん、はい、そうなってくるとやっぱグローバル化を考えてやっていかないと、レベルの低下もあるし少子化もあるし、はい、見なくなってくると思うんだよね。うん、時間も長いし、はい、でそうなってくるとこういう新たな新鮮な形を用いると、うんうん、俺は人は動いてくると思う。これって例えばじゃあプロ野球となんかそこの下にあるものではなく、もう完全にそのプロ野球にしちゃえ。じゃあプロ野球が2つできるようなことっていうことですよね。そうそうそう、つまりは、あ、例えばじゃあその今ある12チーム の、 その NPB 側がここのプロのチームから欲しい選手が出てきたとか、うん、そうなった場合っていうのはそれはそれでまた何か交流があってもいいって言って、いいと思って、いやだからここ12チームあるじゃない、はい、ね、ここに3チームできるじゃない、はい、まあ、計15チームできるっていうことだよね、うんうん、だこれは減らすことができる。はい、わかる。いや、僕、私たちはこっちに加盟しますよって言うのもありだよ。だからここは10チームになってこっちは2チーム参戦するかも。はい、もうこっちはもういいですって、うん、こっちの方がなんか人が動き出すし、
お客さんもいっぱい注目度も高いって言ったらもう脱退しますみたいな、うん、ここは2チーム入ります、はい、ね、そしたら10チーム10チームになるでしょ、はい、こっちが10チームこれがマイナスになったらこれが10チームになるでしょ、うん、でここで覇権を争うようにする、ああそこでこうアジアナンバーワンを決めるとか、そう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 、うん、で私たちも参戦させてよみたいな、はい、そしたらリニーグ制で10チームでやっていけると、いかようにでもできますよね、いかようにもできるんだよ、だからお礼さんに期待することは、はい、そういうグローバル化とプロ化、はい、うん、それもレベルの低いプロ化じゃなくて、はい、こうお客さんに本当に見てもらっても楽しめるようなプロ化をすると、うんうんうん、なんかアジアが活性化しない、いやそうですね、面白くなりますよね、面白いでしょ、はい、今の野球とはまた違うその先の国際的なアジアっていう意味での何か面白いで、将来的にはここのこの優勝チームと、はい、いわゆるメジャーの、ね、優勝チームと、うん、こっちの優勝チームが戦ってワールドチャンピオン、ワールドシリーズ、あー、世界的に注目される、で本当のナンバーワンがナンバーワンが決まると、はあ、これだけのことをやったら、はい、こっちがワールドシリーズ持ちかけたとしたら、うん、やらないとは言わないと思う、そうですね、うん、今度はこっちを認めなくなっちゃうから、こっちが、はい、いやいや俺らこうやってこうやってチームこんな中から勝ち上がったんだって言えばさ、うん、こっちだって無視はできないと思う、そうですよね、おお、そしたら真の世界チャンピオンが生まれるという、うんうん、そしたらここにいるメジャーの選手たちもこっちでチャンスを伺うようなことにもなる、そうするとやっぱり人の流れができる、できますもんね、世界で、だからこういうことを俺考えて、でこういうのが実現でこう面白いって言ってできそうなのが堀江さんっていう、そうことです、ね、俺はそのぐらいのことを考えてほしいなって、どうせ作るんだったら、うんうん、俺ができないからだからこの人に託すしかないんだよ、でいつかだからね、堀江さんと、まあ、YouTube でこうゲストに来てくださるか分かりませんけれども、うん、何かのあれで、うん、豊さんの構想と堀江さんのでこう話して、うん、それを実現化していくっていうプロジェクトが生まれてきたら、これは面白いですけどね、で、はい、もう一つ言うと、はい、甲子園をなくす、甲子園をなくす、今すごいトピックスが出てきましたけれども、甲子園はなしなし、これはいいんですか、この最後に持ってくるような、甲子園なしっていうのは、はい、これは甲子園やってもいいんだよ、はい、別にもう完全に撤退とかじゃなくて、うんうん、はい、この中に、うん、メジャーだとか今メジャー志向の人とか、はい、結構いるわけ、いますよね、だから登板を回避するやつも出てきてるわけ、やっぱり佐々木将来的なことも考えて、はい、うん、そしたらプロがアマチュアを持つ、ほう、プロがサッカーみたいな感じですか、そうそうそう、あ、だからユースとかを持つ、ユース、はい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 、各球団持っていいってことですか、うん、だから甲子園に、いや僕は出るよりも将来的なことを考えますって言ったらここに入って、まあ、中学生だったり高校生からもちろんもちろんですよね、うん、でここでユースとして試合をしたりとか、もちろんもちろん、でもちろん引っ張ってくる、もちろんもちろん、だドラフトもちょっとドラフトするってことですね、そしたらここの交流があってもいいわけよ、ここの交流、うん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 、ね、だからサッカーってさ、なんていうの、日本選手権、はい、まあ、正月明けにやる、うん、それと高円宮杯っていうのがあるんだ、はい、これはユースも、まあ、普通の高校生も相交わって戦えるんだ、はい、それでナンバーワンを決める、だそういう大会を甲子園以外で作ればいい、うん、まあ、例えば甲子園でベスト8のチームは優先的に、はい、でこっちはプロで鍛えてる人たちを参加させて、うん、その一つの大会にしちゃうという、うんうん、だこういう構想があると俺はもっと野球が今後も栄えていくんじゃないかと思う、ね、そうですね、うん、有望な10代の
ね、若者たちがさらに出てくるっていう、うん、だからこれをするためにやっぱりプロと今のアマのその撤廃というかそういうのもしていくんですよね。もうね、アマとかプロとか、うん、もう撤廃も減ったくれもないよもうそんな小さいこと言ってんじゃねえ、まあ、そうですよね、まあ、確かにプロが違反してそういうものができたんだけど、うん、はい、まあ、都合のいいことをプロ側から言うとまたアマチュアに怒られるけど怒られるけど、はい、でもそんなことじゃなくて、うん、やっぱプロは野球を愛してるんだったら、はい、ね、そういうことはもう言わないという、うんうん、まあ、勝手に言ってるけどね俺はいやでもあのこういうのが現実化していくと面白いですよね、うん、だから堀江さんには、はい、そのなんていうのこう会員だけじゃなくて同じさんの門を開いて、はい、こういうことをこう統一していくっていうことをちょっと考えてほしいなって思う、うん、そうですね、野球の未来のためにもね、未来の話、はい、そうですね、そのために清田取るか取らないかは堀江さんのさじ加減というか堀江さん次第ですね、はい、はい。